寄生地主制は、田畑など、農地の所有者である寄生地主が、古作人と呼ばれる農民に土地を貸し出して工作させ、生果物である米や麦などの農作物の一部を、小作料という名の時代として徴収する制度。地主に小作料を支払って、田畑を借りて営農することも、小作といった。寄生地主の多くは小作料に依存し、 あたかも小作人に寄生するかのような印象を与えたことから批判的意味も含めて寄生地主と言われるようになった。もちろんどのような賃貸料でも所有者が賃貸料に依存するのは変わらないが、小作量は高額なことが多く、農村内に豊かな寄生地主と貧しい小作人という貧富の差を生み出すことになった。農村内に住む在地地主との他に、 都市など農村街に住む不在地主が存在した。安土桃山時代に豊臣秀吉が行った大閤検地によって農地の所有者は領主や名主ではなく工作する農家とされ、領主は年貢を在地領主は家事庫を取る名分であった。1643年には江戸幕府によって農民間で田畑の売買を禁止する田畑永代売買禁止令が交付された。 これは、不農家が貧農家から土地を開発め、農村が崩壊することを恐れたためであるが、抜け道があり現実には、地主商人による田畑の集積は行われていたし、村には、大地主の田畑を工作する多数の農土が存在した。その後、身分固定社会、格差固定社会の下で、田畑や世帯を維持できぬほどに困窮する農家が増大し、多くの地方で、 村構成員の下半分にあたる中華層の家は大半が断絶していった。電波多英体売買禁止令では、田畑の質入りを禁止しておらず、また原独期に発令された七鳥扱いの里氏により、七流れが実質的に認められたことで、田畑の売買が行われた畑、衛体売買禁止令は有名無実であった。明治維新期に行われた基礎改正と、 田畑タ永代売買禁止令の廃止により、規制地主制が進展した。地租改正により土地所有者は金銭によって税金を払う義務が課せられることになったが、貧しい農民には、重い負担であり裕福なものに土地を売り渡し、小作人になっていった。規制地主の中には、質屋などの金融業を兼業し、商作人を中心に金銭の貸し付けを行っていた者も,も少なくなかった。 これにより、農村内での貧富の差は一層拡大された。こうして獲得した富を商工業に投資し、近代的な資本化に転換していった者も,もいる。大日本帝国が太平洋戦争で敗れて連合国の占領下で、日本列島や沖縄を統治した GHQ の最高司令官、ダグラス・マッカーサーは、 寄生地主が日本の軍国主義に加担したとして日本列島本土の農地改革を行った。この改革により寄生地主が所有していた農地は集奪同然な非常に安価な価格で買い上げられ、小作人に安価な値段で売り渡された。この改革では北海道旧土人保護法による給与地まで対象とされた。 山林などは例外として対象に含まれず、これをもって完全に解体されたわけではないとの見解もあるが、林業経営が50年から100年といった長期間にわたり多額の投資を行い収益を得る性格上、資本力を持つ地主が直接企業的な経営を行っているものがほとんどであること、また1970年代以降の外国でのあり余った輸入剤の増加に伴う、 木材価格の暴落により、採算に見合う山林の大部分が消滅したことなどから、それ以降は日本林業のほとんどが経外化したとも言える。沖縄県及び鹿児島県奄美群島などは太平洋戦争終結以降はアメリカの施政権下となったため、農地改革が行われなかった。小事連、ありがとうございます。